ボーイズグループ群雄割挙で NHK 紅白どうなる旧ジャニーズ勢には狭き門になりそうな選出基準。年末の NHK 紅白歌合戦でボーイズグループの選出が話題になっている。昨年のジャニーズ出勤と K-POP 頼みから NHK がどう舵を切るのか。最近では平野翔らが所属のナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイ。 の当角説が浮上しているが、写真11人組ボーイズグループ上腕が勢揃い。ナンバーアンダーラインアイは新曲の INZM 稲妻が現在再生回数4000万回超えの実力に加え、旧ジャニーズ、キンプリ時代の知名度と非ジャニーズのクリーンさも剣念びえた有力候補なのは各家だ。しかしながら、K-POP からはセブンティーン。 セブンティーン、ストレイキッズ、ストレイキッツに続くグループに、トゥモロー X トゥギャザー、トゥモロー、バイ、トゥギャザーや、今年9月に日本デビューし、日本人メンバーを含むリーズ、ライズが。また K-POP オーディションから生まれた日本版 K-POP からは、昨年出場したジョー1 j ワン JO1 に加えて後輩の INI、INI に期待が高まっている。スカイハイ。 37率いる BMSG の B、ファースト、B ファースト、はすでに2回出場。弟分のマザエルも徐々に知名度を上げ、昨年出場しなかった LDH にもザランパジ、ファンタスティクスといった紅白未経験の若手が控えており、ボーイズグループは群雄割拠。ジャニーズが独占していたボーイズ枠は、1年のブランクの間に勢力図が変わりつつある。 芸能リポーターの川内天使氏がこう言う。昨年、ジャニーズ税ゼロで低視聴率だった NHK としては、まず視聴率で昨年を上回ることが課題。そこで話題性と初出場をキーワードに選出するのではと思います。特に配信系で人気のアーティストは必須で、よるしか、思いのたけ、思いのたけのほか、ブリングバングバングボーンでこもにも人気のクリーピーナッツ、 クリーピーナッツ、現役中学生のアーティスト中期、月、須田正樹の弟でもある、こっちのケント、など話題性という理由がつくアーティストを揃えるという手もあり得る。ボーイズグループでは、ナンバーアンダーライン愛は文句なし等覚。昨年の貢献度から K-POP グループはマストになるでしょうし、話題性枠が増えると、旧ジャニーズにとっては、ますます狭き門になるでしょう。旧ジャニーズ、 ゲンスターとエンターテイメントは性被害の保障も進み、見そぎは済んだという見方もある。昨年は性配信などでむしろ収益が上がり、紅白に出場できないことがダメージとも言えませんでした。とはいえ、人気の目覚ましいスノーマン柳は男子にオファーがかかれば断る理由はないでしょう。前出の川内氏。まさに群雄割拠のボーイズグループ。 来年は一気に淘汰も進みそうだが、旧ジャニーズのテレビ復帰が相次いでいる。関連記事、もっと読む残る NHK のみ、旧ジャニーズタレント起用再開はいつ紅白出場か否かを業界が中視では、最後に残った NHK がどのような判断を下すかについての分析を行っている。